5月12日の信州サンデーミーティングの様子をお伝えします。今年2回目の開催となったこの日、前日から風が強い様相ではありましたが、早朝より多くの車好きが駆けつけておりました。上の段の駐車場は9時半ぐらいにはほぼ満車の状態となり、下の段は比較的余裕のある来場台数でありました。信州サンデーミーティングの開催時間は午前8時ごろよりお昼ごろまでの時間となっています。来場時の注意点について、会場は閑静な地域にありますので、ご来場時は近隣住民様へのご配慮をお願いします。道中スピードを出しやすい区間もありますが、近隣の道路沿いでは農作業中の住民様も多く、スピードや騒音を出しての走行はご遠慮いただきますようお願いいたします。次回の開催日時は6月2日の日曜日。詳細事項と直前情報については主催者信州サンデーミーティングの公式 Facebook ページにてご確認ください。梅雨入り前のサンデーミーティング、天候が良いことを願いつつ、皆様方のご来場をお待ちしています。
解。だいぶ気がついてきちゃった。